あらゆることではないんですけども、これから朝食と、まあ、興味ある人は結構使ってますので、ね、白髪染めした人、毎日白髪染めじゃないですか。今まで白くなってきてる場合は、別にそんなに目立たないんですけど、白髪染めして鏡からバッと上がった瞬間に、眉毛白いんだよね。眉毛白いのが余計強調されちゃってるじゃないですか。そういう時に、あ、こういうのがあるんですよって言って、ちょっとつけてあげれば、もうそれで、これいいね、こんなの欲しかったんだよって、普通に、普段全く天板とか買わないお客様も買ってくる。で、結構長持ちする。3ヶ月以上は軽く持つ。で、この後なんですけど、ピンポン買うじゃないですか。次回から必ず聞きますね。あれ使ってますか？使ってます。いや、もうあれないとね。不安なんだよ。傷も使ってると。だったらね、バッグにも一つ入れなくていいですよ。で、もう一本買ってます。時々あるんですよ、ね。いつもやってるんだけども、今日はやり忘れていく。外出ちゃう。もう鏡見るのが怖いって感じ。なので、そういう方で実際行って、あ、だったらもう1本買って、自宅用と持ち歩き用、ちっちゃいから5パックに入れても全然問題ないんですよ、軽いし。だから入れなくていいですよって言って、結構2本ずつ買って、ね、行くようになるんですよ。で、1本なくなってくるのも不安でしょ。もう1本あれば、別に肌で買いに来なくてもつけられるから。で、2本を、踏み買ったらもう1本。っていう形で、使っていただくような感じにご案内。本当に白髪のあるお客様に対して最初はもうほとんどの方に、まあ、一番最後の仕上げの時にこういうのあるのでよかったらお試しくださいって言ってちょっとつけてあげる。で、これ真っ黒にするんじゃなくて白髪が見えにくくなるんですごくいいんですよ。ちょっと若返りますよっていう感じのお伝えの仕方をした方が男性の方はちょっと、まあ、健康なくやってくださるし、仕上がりを見てあれ本当だっていう形で体験していただくことができるので、まあ、その場でやっぱり購入につながったりとか、あとは次回来ていただいた時にやっぱそのつけた後のこう感じがね嬉しかったっていうのを言ってくださったり、購入にやっぱり実際からお客さんもその場でつけてあげると一番、うん、あれこれ説明するよりもちょっとやってみませんかって言ってつけてあげて、あと女性のスタッフがいれば一生懸命つけてすごい喜んでくれます。そんな感じですね。はい。あ、出た。あ、これは、まあ、これからやる。